足す 0.1×n の1乗足す 0.1×2 の2乗足す 0.1×2 の3乗足す 0.1×2 の4乗足す 0.1×2 の5乗だんだよな。わあ、こっち5乗だ。5乗だ。これを333万ミリを超えればいいわけ。ハオ、今何やってたんだ。だから、って誰も聞いてないの。0から x までの 0.1×2 の x 乗と。あ、知ってる。そのやり方わかるけ。中学生だね、中学生。ここでやるんだよ、これ。ここ。え、それ中学じゃん。だって俺のいとこで中学のね。積分だもん、これ。夏休みのね。分析だって。積分。分析。積分？ね、これっていつかさ。積分。積分なの？ね、時間なくなってきたからみんなじゃ6番あの勝負するぞ。4番やりたいの。6番。5番やりたいの。4番。6番誰もまだ手つけてないから。うん。4番やりたいの。つけたよ。ほらつけた。オッケー。6番やるぞ。つけた。6番。手つけたよ。ガチャン読んで。これは頭の中でできる問題だから。はーざけんな。お。はーざけんな。お。はーざけんな。ガルイちゃん分かった、こうじゃん、こうやってこうやって、これ簡単だよ。次の図のように終わった。違う、切り取ったところの形。なんで次の図のように正方形の折り紙を折り、影をつけた部分をハサミで切り取ります。その後、この折り紙を元のように開いて、影の部分はどのように、どのような切り取ったら、どのように図を描く。さあ、それ選ぶだけだからやってみてよ、やってみてよ、やってみるよ。あとでやる、まだこれやっちゃダメだと。じゃあこれ終わったらあとで4番やっていい？それいいよ。やった。私これってさ、中途半端な場所だけどさ、いると。はい。これどうするの？使うの？本当にいいの？こういう風にこういう風にやる。ここに図形を書く。はい、まだ折り紙使っちゃダメよ。ここに図形を書く。あとで確かめる時に使うこと。はい、小島くん。影の部分をやるんだよ。そう、影の部分はどんな形になってるかと。定規使わないよ。でも林ここくっついてない。先生でちゃんとお前は。もういい。もういい。チョコレート選んど。いらんね。知ってるもん。バレンタインでもないんだからさ。バレンタインだとしたらもっと気持ち。はや先生。だから折り曲げていいか。まあ一番だけやってみるから見てねよ。こうやって上折り曲げて、でこっちへこう折り曲げて。分かった。それで角を切るわけだね。これ2も角を切るっつうか、これ角割れてる。2が一番簡単だったような気がする。おかしいじゃんね、影の部分バラバラになっちゃってるよ、これ。影の部分いらないの。は、3番むず。3番？問題3。マジ？マジベタっておるでしょ、ベタっておるでしょ、ベタっておるでしょ、ベタって何言ってないんだけど、何ですかそれ。ほんと2番が一番簡単だ。あ、でもそんな単純じゃないだろう、ひかりちゃんよ。いいの。え、俺もちょっと違う。さらに開いて、こうした。あ、でもあ、そうかも。あ、いや、そうじゃない、ベタって。え、これ絶対違うと思う、こんな感じじゃないの。ああ、なにこれ、わかんなくなった。これに戻すことできない。戻せない。じゃあ、そのままにしておいて、折り紙で切ってみてごらん。割って、できたと思う人は一応、いや、だからそのハサミがあるからさ、これ置いとくよ、じゃあ一つ使ってよ。いいです、いいです。ベタベタ、ここはいいの。あ、でもなんか違うっぽいな、問題1。次、向きも関係ある。あ、右下の関係あるよ。でしょ？ほら、こっ
こういうのだけ得意なんだ。だけ？しなさい。だけ？そうだけ。やっぱ四角だ。だけ？だけじゃない。だけだよ。だけなんだ。へえ、だけなんだ。やばい。これ商売3番だな、これ。商売？俺 3番も終わったよ。3番当てた？わかんない。なんで？ないから折ってちょっとやってみよう。こっちの形？おい、ゴミは真ん中出しておいてよ。ピタッとさないでよ。1番どういうこと？光間違えたんだ。あ、じゃあ俺当てる。光当てたよ、1番。じゃあこれは考えた時に逆に書いて。俺は合ってた。2番。あ、よかった。いい横がくっついてなかった。ゴミ前出すでしょ。おっしゃってた。そうじゃん、そっちの、そっちはどうなってるよ。え？そっちの、気に残った方が。なんか変な形になる。いいんだよ。こうだって。それを書かねかんだぞ、それを。は？それを書いてくんだぞ、角をカチンと書いて。は？ボタン、角をカチンと書いて。そうそう、これだからこれ、あ、そう、合ってる、それこうだ。はこの、ミキさんが2番合ってるからな、これ2番ってこれでしょ。だから2番、これ1番、それ、お前違うじゃん、2番誰違った小島違う。3番どうなる。書いてない。あれ、待って、これはこう、まあ、3番やってみる。ちっちゃいからね、こうだ。3番もう終わった。これどれ、合ってた。書いてなかった。わかんない。なんで、ちょっとわかんなかったの。ギブアップ。3番もちょっとしおりこう、むしろ。これすごい、3番こうなった。だけど。ええ違うな。違うと思う。俺の答えはこんなんだった。じゃあ小島の答え見せて。何の？その答え、あるいは3番の答え。3番。本当だ。うちがね、折り紙に直接書いてあったらそうだ。でもさ、